こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チューブ君の方よろしくお願いします。本日のテーマは、中国のリンガウエン選手の YG サーブをやっていこうと思います。で、まずですね、手順3つがあります。このリンガウエン選手、YG がすごい回転が分かる、すごくうまく回転が分かるようになってるな、分かりづらいなっていう風になっている方がですね、こう構えていただいて、で、フォア面を右側に向ける、横に向けた状態で構える。で、2本指で握ってトスを上げて、大きく腕を振りかぶる。勾玉のようでラケットを振りかぶるようにする。これが中国選手の YG なんですけど、振りかぶった時にですね、ラケットのリンガウエン選手のすごいのはヘッドをですね、ヘッドがずっと下向いた状態、真下向いた状態でずっとテイクバック取って、そのまま YG を出すんです。今まで中国選手いろんな YG ありますけども、トス上げた時にこうヘッドが横にずれたりとか斜めになったりとか、することが多かったんですけど、これだと途中で回転が例えば下出そうとした時に面がこう掘るようになっちゃったり開いちゃうとこう下だなっていうのが分かっちゃいまして、こう起き上がっちゃうとアップだなっていうのがバレちゃうんですけど、途中で瞬間的にちょっと早く分かっちゃったりするんですけど、リンガウエン選手はずっとヘッドを落としたまま、このヘッドを落としたままやってるんですよね。落としたままずっと腕を振り上げても、ずっと基本はヘッドが真下に向いた状態のままやってるんです。で、分かんないんですよね、回転が。こういうの分かんないですよね、回転が何が上なのか下なのか分かんないですよね。はい、分かんないですよね。ロリもうリンガウエン選手と YG のもう超いいところですやってきます。で、回転の使い分けなんですけど、今ずっとヘッドを落としたまま YG をやれって言いました。で、ヘッドを落としたままやったら何がすごいかというと、このまま落とした状態で彼はこのまま逆横上、逆横下、そしてその同じままのフォームで高速のこういうロングサーブやるんですよね。からヘッドをこうやって起こしたまま、なので何が来るのか分かんないです。これ切ってます、これ速いやつです、これ切ってます。で、このやり方なんですけど、もうこのヘッドを立てた状態、最後ですね、ヘッド立てた状態でボールの真後ろ、この辺を押さえるようにすると、そのままアップ、逆横上になります。はい、こういう感じですね、アップです。ボールの真後ろを一気に手首使って右側にクッてやるですね。で、ヘッドを落としたまま大きな遠心力を使うです。で、ヘッドを立てた状態でアップ、まあ、これはなんとなく、もうそもそもこれアップしようとした時だけヘッドを落ちますよね。なので、まあ、それ単体では通常かなと思っちゃうんですけど、ここから今度逆横下回転ですね、逆横下を出す時はボールの斜め下の方 を同じように立てながら捉えると下が入ります。なので、こうやってですね、リンガウエン選手がよくやってるのは、このまま構えてでラケットを立てながらボールの下、これ下です。でも面が立ってるので分かんないんですよね。これ下なんですよ、今。これ下なんですよ。めっちゃ上に見えませんか？ヘッドがずっと真下向いた状態でやってるので、上からっていうふうに思うと思います。上からでも今下です。でも最後の当たる瞬間だけ、ちょっとこうボールの下を一瞬、でも基本ヘッドが真下に落ちてる状態で、一瞬の遠心力使ってるので打球が見えづらいので、身のもうどういうふうに当たってるか、じゃあちょっとアップと下混ぜてみます。これ今下です、今これ上です、これ今上です、今これ上ですね、はい、っていう感じで、わ、多分ヘッドを下に落とした状態で YG 出すと上と下分かんなくなっちゃうんですよ。中国の選手とか、そのリーガーの選手の YG はアップとしては分かんない、中国選手も結構同士打ちでも悩んでいたっていうのはこういうやり方です。で、そのままちょっとダメ押しでもう一個やります。で、今リーガーの選手の得意なのは、このまま同じフォームでヘッドを落としてるので、立ってるので、この状態でやるとそのままこうやって今 YG のロングができちゃうんですよね。これがすごいです。なので
横上か横下か分かんない時にロングサーブが来るってことですね。横上横下どっちかな、ロング回みたいな感じですね。横上横下どっちかな、ロング。使い方的には YG の基本ができる中級者とかの選手以上、中上級者の選手が YG を効かすためにですね、同じようなヘッドを落としながら全部あのテイクバックを取ることによってアップ、下、そして高速ロングっていうのが同じフォームで出せてしまう。中国の選手が同士打ち、リガオン選手が同士打ちでも YG がとってもよく効いていたっていうのは、こういうやり方でやる人何が来るか分からなくなるっていうことですね。リーロリーロリー、リガオン選手のこの YG の握り方、下足を引っ込めた状態で、あの普通の人ここまで引っ込めた状態で2本指で掴んでもらうやり方で親指を立てる、こうやってリンガム選手やってるんですけど、こうするとラケットをですね、こう立てながら全部ヘッドを落としながらや全部やっても、こうラケットの可動範囲が通常の YG よりもさらに大きくしなる、大きく面を変えられるので、立ててこうめっちゃ上系全部立てながらいってるのに、最後に全部回転を変えれちゃうというものですね。なので騙されちゃうんですよ皆さん。ロリー、通常だと YG 出すときに途中一つ目ちょっと結構上がってるので、途中でアップとか途中で下とかの、なんとなく途中で最後に分かるんですけど、リンガー選手はここまで引っ込めちゃってるので、引っ込めてるので全部こう立ってる状態で一気に最後に上下とか最後最後でやるもんで、どっちか分からない、どっちか分からないですよね。今のどっちなのか一瞬迷いますよね。そしたらもうこの YG のいもう効くっていうことですね。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。
日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。